皆さん、こんばんは、マーティンダーの脈、バイキです。品川を、減らすにはどうしたらいいか。やはり食生活。やはり脂肪には取るべきものと叫べ,るべきもの混在するので要注意を。はい、時短メニューで十分です。栄養ある食事を自炊することが大事です。やはり頭部の多い飲み物は水分不足を引き起こす可能性が高いんです。いやー、驚きでした。禁酒までする必要はございません。制限なし。サプリの併用を受け、ミネラルを隠せないように気をつけましょう。 はい。いろいろなもの。動物性、植物性、両方食べることが大事。ヨード、アードシャンギも取ること。ブルーベリーがおすすめです。タバコは、や、先にやめることが大事です。あと、肝臓のケア、一日一日という冷やしすぎない水をこまよに取ることと、あと、コスパ良好、いろんなもの。ネバネバした根リ類とか、いろいろありますが、黒い食べ物、黒ごま、小豆とか、きくらげ、わかめ、ひじきとかですが、ネバネバした根菜類、レモン、山芋、里芋、夏、アモンド、クミ、松の実ですね。あと、風、 習慣を習慣にしないこと、体を薬を、はい。ビタミン C、カーテン、ポリフェノールを取ること、あとはサプリメント、いろいろ取ることが大事でございます。はい。シャンプーのケアも十分気をつけてください。やはり、水道中、水中の塩素ですね。はい。お湯は38から39度のぬる前に20分以上浸かる。髪は2回洗うのが基本ですね。はい。マッサージしつつ、ゴシゴシはやめましょう。吹きができちゃうんです。はい。 まあ、オイルパックも使うのも効果的。あと、風を当てる向きが重要ですね。はい。頭皮ローションを使うのも大事ですし、いろいろ素材を選ぶんです。はい。あとは、その他深夜にな、0時にないまには必ず寝ましょう。私、ビーイング見るので仕方ないですが、紫外線でもまあ防止ですね。はい。つぼ押しも、あとはおすすめでございます。アイウェをマッサージもいいですね。はい。以上です。バイバイ。